ました。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこれ、竿が入ってますよ。見てください、デプスサイドワインダーって書いてありますけども、これね、デプスのメンバーになっていると買うことのできるエントリーモデルのサイドワインダー。これね、もうね、ずっと欲しかったんだけど、いまいちですね、買っていなくて、今回ね、チャンスがあったので注文してみてですね、早速届いたので開けていきたいと思います。見ての通りね、こういう感じの短い寸法っていうことは、ワンピースではなくて、まあ、ツーピースなんだよなっていうことで、まあまあまあ、早速中の方開けていきたいと思います。いいですね、この段ボールにもね、サイドワインダーとか書いてくれてるからね、気分上がりますよね。よし、じゃあ開封していきまーす。お、うわー、かっこいいなこれ。こんなね、かっこいい袋に入ってますよ。わおー、ねえ、もちろんホームページとかでは見ていたんですけども、実際に手元に届いてみると上がりますね、これ。実は初サイドワインダーです。ね、サイドワインダー初心者なんで、これね、エントリーモデルっていうことで、まあね、ちょっと初めての一本なんで、はーい。うわー、こんなね、上がるケースがついてくるっていうことで、で、こう開ければいいんですが、はい、まず部品と、はい、ツーピースね。で、まあ、取り扱いの説明書がついてますね。早速じゃあ合わせてみます。あー、長さは6フィート。あ、軽い。あー、そうですか、そうですか。いや、もっとね、エントリーモデルだからどうだろう。ちょっとね、細かいところはね、手元で見てきますけども、もうちょっとね、粗い作りなのかと思いきや、わー、結構ね、これはもう十分いい感じでね、まあ、こんな感じの調子ですけども、いや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 、結構ね、しっかりとした感じですよ。エントリーモデルでね、こんな感じの方竿が買えるんだったらね、本当自分が中学生とかね、だったらこれもう超一軍ね、ですね。うん、あ、まあ別に大人になったからといってこれ結構気分も上がるしな。はい、まあね、ちょっと海で使ったりね、あとはまあこのツーピースのいい竿っての最近持ってなかったから、まあね、おかっぱりでやぶこぎして、あとはね、崖を下ってくなんていう時も、こういったケースも含めてね、ツーピースで現場でね、こう伸ばしてみたいな竿がね、ちょうどね、欲しいなと思っていて、でどうせだったらテプスのあのメンバーなんで、待ってればですね、エントリーモデルとかそういったの出てくるんじゃないかな、ツーピース買うんだったらそれにしようなと思っていて、で今回ですね、
手元に届きました。じゃあね、細かいところをですね、手元の動画の方で見ていきたいと思います。はい、じゃあ手元の方で各パーツを見ていきたいと思います。まあね、ティップの部分は結構オーソドックスな感じで、まあこんな黒いブランクでね、はい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 、こんな感じなんですけども、やっぱね、このグリップがこんな感じで、サイドワインダーね、こう入ってるわけですよ。でここにガイドの説明がありますね。でさらにグリップを見ていくと、これね、結構握りやすそうなリールシートじゃないですか。どんなリールつけようかななんて想像が膨らみますけども、ここら辺の作れもね、すごいしっかりしているので、無塗装な感じのね、こういうシンプルな感じですけども、必要十分、結構ね握りやすそうですよ。でここのところにこういうねフックキーパーがついていて、でここら辺ね、こうメイドインチャイナって書いてありますね。まあここら辺はね、結構買いやすい安いね竿なんで、でまあメイドインチャイナだから物が悪いってことはもう今の時代ないので、きっとね、大活躍してくれるでしょうということで、ここなんかがねデザイン的に上がりますね。平織り、カーボンシートみたいな感じのこのね、でブランクスルーな感じとかね、なんかちょいちょいね、ちょいちょい男心をねくすぐるようなね、そういったところが、適所に配置されておりまして、でグリップエンドこんな感じね、こう目がね崩れづらいというか、なんていうか、こう圧縮コルクといったらいいんですかね、こういうねところが後ろに配置されていて、でここのねデザインが本当ね、こうパーミングしやすそうなんですよね。こうすごいね、自分なんか手小さいんですけど握りやすそうなんて思って、はい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 、こんな感じで、先ほどね紹介した袋がこれなんですけども、デプスって開いてますけど、これがねすごいしっかりとしたね作りなんですよね。ここら辺の縫製とか、まああとはなんだろう、シンプルなんだけど使いやすそうなデザインということで、サイドワインダーって入ってますが、この袋がついてきて、この2ピースロットが入っていてね、これは上がるでしょうっていうことで、こうしまって、これでね釣り場にね行ってね、あ、そっか、これねリールつけたまんまでも多分ね包み込みやすいような、そんなデザインなんだろうな。でキュッと締めて、はい、キュッと締めて、これはねいいですね。ちょっとねサイドワインダーこれで、自分もサイドワインダー、デビューできたということで、出た頃ね結構釣り具屋さんなんかでも見るんですけど、どうしても琵琶湖ごついね、力強い男の竿っていうイメージだったんで、結構強そうな番手も多かったですからね。でもねもうそれからだいぶ時代が経って、今はね関東のちょっと、フィネスな釣りに特化したものとかね、桧原港とかでもね活躍しているわけですから、今のラインナップで言えばもうねあれ欲しいな、これ欲しいなって番手はねいくつかあるんですけども、今のところまだね、一本も持っていなかったっていうことで、まあじゃあこのエントリーモデルからね勉強していこうよと、こういうことになってるわけなんですね。というわけで実際にねこれで釣りしてきてみたなんていうね映像もありますので、どうぞこちらをご覧ください。よいしょ、サイドワインダーエントリーモデルのベイト、はいはいはい、
で今日はベイトリールはあったあったね、グラビアスのハイギアのモデル、この黒赤のボディがいいな。おお、初めて今リールつけましたけど、うわー、なんかね、手元に重心が来て使いやすそうな感じですよ。ベイトフィネスプールでね、比較的何でも投げれるような仕様にして、で糸はフロロマイスターのフロロカーボンのね14ポンドライン。はい、準備完了。さあ釣れてくれるかな。フロは帰りまで使わないからくるくるポンで、よいしょ、この組み合わせはね、よく釣れるってのはよく分かったから、ちょっとね違うトレーラーつけてみようかな。今日はゲイリー山本のヤマフロッグ、カエルが落ちてきたよって感じの、こんな組み合わせどうかなと思って、おお、食った、ヤマフロッグ、まあ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 、よう釣れるポイントだけど、いたよ、はい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 、おお、はい、釣れましたよ。ヘッドスライドにデプスのヤマフロッグっていう組み合わせで、元気なバスくん釣れてくれました。カエルが流れてきたよみたいな感じだったのかな。やっぱね、いいとこかかります。じゃあね、こいつは逃がしてあげたいと思います。まあよく釣れるポイントだけどね、関東にしたら結構ボリューム大きめのシルエットだと思うんだけどね、コンコンって食ってくれたな。いるんだな。ちょっとねセパールとかね、デカめのやつなんかも試しに入れてみたんだけど、そういうのでは反応してくれず、これね、ヤマフロッグスイミングサを、スイミングサしたらね、コンコンコーンってすぐ食ってくれる。で結構ね重めのやつなんですけど、このエントリーモデル、本当当たりのカーンってのもねよく分かったし、結構いいねこれね。この竿先の微妙なだるさが、なんかふわふわ泳がす手のジグストなんかにもすごいいいな。まあ重さにもよるんですけど、なんか適度に泳がせやすい。ほんとね、コストパフォーマンスが高い買い物でしたね。ノーシンカーだとスパパパパーって流されてっちゃうから、ちょっと 5g の重さで下のレンジね、バス自体は最近何回か釣りしているってのはね分かったから、ボイルとか少ないし濁っちゃってて全然見えないんだけど、ちゃんと誘い上げてくるとしっかり食ってくれる。もうちょっと硬い方がビャン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 って泳がせられるかな。ただ今
当たりを取って合わせを入れるって動作は非常にしやすかったですね。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのメンバーになると買うことのできるエントリーモデル、ベイトモデルですね。これを買ってみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。